日々思うことを語る今日の一言今日からいよいよ大分での新作の振り付けが始まりました、えー、予想以上に、えー、皆様の、えー、覚えが理解力が早くてどんどん進んでいるという感じがしております、えー、今回の新作というのはシェイクスピアの「 夏の夜の夢という戯曲、あれを元にして、それを日本に書き換えて、で、私がすべて歌詞を書いた、で、全部で1時間ぐらいの舞踊劇なんですね。で、侍たちの世界があって、職人たちの世界があって、そして妖精。妖精は日本においては、矢をよろずの神々と。 いう形でで出てくるんですけれれれどもそそのそれぞれのぞ世界を描い,てい,く、えー、いろいろな、えー、キャラクターが入り乱れるんですけれども、えー、踊り手の方たちの個性とそのキャラクターの個性というのを、えー、どうやってうまく、えー、一致させていくのか、えー、それぞれの個性とそれぞれのキャラクターの個性この2つをどうやって舞台の上で うまくこう際立たせていくかというのがこれからの課題になっていくそんな気がしています明日もさらに振り付けは続きますではまた